ボクサーシリーズ第3回目でございます。はい、ここまで安定性とかですね、あとハンドリング、カーブも面白いよってことをやってきました。やってきました。まあ様々あのボクサーのポテンシャル、潜在力をお話をしてきたんですけど、はい、一番の BM の魅力といえば、はい、スワラーツーリングとしての、そうですね、ツーリングのそのパフォーマンス、うん、サバイバルバイクとしてはですね、はい、長距離で疲れないということのね、流れの中に、例えばライディングポジション、はい、とても大事なんですけど、はい、ちょっとまたがってみてください。はいはい、あんまり気にしてないと思うんだけど、じゃあ足乗っけてください、左。はい、これね、普通のオートバイで言うと、はい、多分ね、このステップってもう少しちょっと高いです。このぐらいなんですよ。あ、本当はこのぐらいなんです。で、このぐらい違っただけでも覚えあるでしょ。そうなんです。膝こんな感じでしょ。ここがちょっと きついというか、でも普通こんな感じでしょ。はい、ね、これがこのが下がってるんですよ。で、これは実はシート位置もちょっと高い、うん、そうなんですね。高いんです。分からないのは、はい、これね、バイクを普通に起こしてみて、で、はい、起こしてみましょう。はい、せーので、はい。で、ね、足つきそうでしょ、はい、まあまあ悪くない。でも実は低くないんだよ、これ、うんうん。で、シートがめちゃめちゃ真ん中が細くなってる。ここが今見えるか分かんないんですけど、ちょっとくびれてるんですよね。くびれてる。で、はい、足がだから下にまっすぐ降りてます、うんうん。で、足つきは悪くない。これでしといて。はい、で、さっきの膝の角度がちょっと曲がってないだけで、はい、そうね、8時間とか10時間のツーリングで全然うっ血しなくなる、うん、あ、そうなんですか。 そう、そんな長時間ツーリングでも、そうそうそう、いや大きく変わります。3時間4時間ぐらいが違うんじゃないかな。もうそれは僕は BM のシートが位置が変えられるモデルもあって、うんうん、そういう経験上全然違うの分かってます。あ、そうなんですか。うん、それってもうこの R90 シリーズだけじゃなくて BMW のも全部そうなんですね。みんなそれは考えてます。ね、まあ、あのスーパーバイクはちょっと違うけども、うん、みんなツーリング普通にはするというね、考え方のバイクからは、はい、ある程度やっぱりこのライディングポジション上をうっ血しないとか、はい、楽な格好というのが入ってます。うん、そう、私の乗ってる F シリーズも結構すごい楽で、長時間乗ってても、うん、なんていうんですか、体が痛くならないのでというね、はい、いうようなことだったりとか、あとは、ね、このハンドルバーのバーエンドの振動とかですね、はい、全部これいろいろあるんですよ。で、いうようなことも全部含めて、はい、まあ、ツアラーとしてのね、ポテンシャルなんですよね。はい、ツアラーといえば楽しみ方としてはもちろん一人で、まあ、僕は1日1000キロとか、あ、すごい1日でですか。まあ、ね、まあ、ただ24時間超えちゃうんで、はい、野間さんそれは1日って言わないって、日帰りって言わないって言われるんだけど、まあでもそのぐらい降りたくないっていう楽しさで、随分僕は BM でツーリング覚えました。もうでもそれだけ楽しくなる、うん、そう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 、もう走ってたい走ってたい、止まりたくないみたいな、うん、というようなポテンシャルなんですね。はい、で、ツーリングというと、はい、もう一つ大きな楽しみがタンデムですかね。ですね、はい、まあね、やっぱオートバイってどこ行くにも誰かと共有できるとね、うん、いろんな人を後ろに乗っけて共有できると、やっぱ楽しさはね、かなり、はい、変わりますよね。で、今インカムのお話もできるしね、うんうん、いろんな意味でタンデムはすごく楽しいんだけど、はい、ただ普通の人にしてみると、はい、いきなり乗るとですね、前輪荷重が全然足んなくなって、ちょっと走ると前フラフラする。うん、だからまずね、後ろの人よりもライダーが怖い。あ、そうなんです。そう。いや、私タンデムは後ろにしか実は乗ったことがなくて、はい、やっぱこう乗るとすごいちょっと気を使うというか、そう、ね、荷物にならなきゃみたいな。感じ、まあね、止まる時もフラフラするし、はい、いろんな意味で気使いますよね。はい、気使いますね。というのも含め、うん、なかなか実はハードルが高いんですよ、タンデムって。やっぱりそうなんですね。そう、まあまあ見た目で、あのツアラーみたいなああいうバイクは重心低いし、うん、なんかいかにもできそうです。でもあれだって結構実は難しいんですよ。やっぱ大きい分ですね。難しい、難しい。なので、簡単に言うけど、はい、言うほど簡単ではないっていう、うんうん、BM はそのタンデムがほとんど人に乗りと変わらないんですよ。これね、ちょっと大げさに聞こえるかもしれないし、はい、ちょっと大げさかもしれないですけど、はい、ただ僕にしてみると、あのいわゆる後ろに乗ってるから前輪が軽くなる、はい、これないです、うん、後ろに乗ってるからカーブが曲がりにくい、その例えば車体が重くなる、これないです。じゃあ後ろの人に本当左右されないで、うん、されないです、乗れるバイク、はい、もちろん若干は違います、はい、だけどそれを気にして乗るような違いがない、はい、でそれがみんな位置関係も実はね、はい、タンデムアライメントがあって、はい、ちゃんと位置関係作ってあるんですよ。あ、そうなんですね、はい、例えばどういうちゃんとノウハウがあります。まあサスペンションの長さとか、はい、そのリバウンドストロークの高さとかね、はい、全部あるんです、そういうのは。あ、そうなんで
で、あ、タンデムちゃんと前提にしてる、うんうん、それから電子制御のやつなんかはタンデムになるとタンデム用に変わります、はい、あ、最新用のさっきおっしゃってたやつ、そうですみたいなこともあるんですよ、はい、僕タンデムではちょっとスペシャリストではありますけれどもでも確かにどれだけ変わらずに走ってるかっていうのね、はい、まずは最初ね、タンデムまだやったことないですよね、はい、自分ではやったことないです、はい、なんで、まあ、まずは経験として私の後ろでいいので、はい、BM の僕のタンデム、はい、他はしたことあるけれども、ね、ボクサーのタンデムやったことないじゃないですか、いいですか、はい、ぜひ乗ってみてください、ぜひお願いします、はいはい、タンデムも乗っていただきました、はい、すっごい面白かったそうなんだ、ありがとう、はい、びっくりしました、うん、なんかこんなになんて言うんですか、安定感じゃないですけど、もう一緒になってで怖くないと思えるタンデムってすごいなって、うん、まあ、ネモケンさんの後ろだったからっていうのは面白いんですけど、まあまあ、もちろん慣れてるのもありますよ、はい、ただね、オートバイがあんまりピッチングしないんですよ、うん、ブレーキでこうもなんないし加速でこうもなんないし、だからかもです、ね、あの地面に対してずっと一定でしょ、うん、はい、なんで後ろ乗ってる人は多分怖くない、全然怖くなかったです、そう、ベーブのツーリングしてる人タンデムいっぱいいるんですよ、そうなんですね、そう、でも私も結構拝見することあります、はい、まあね、大事な人にね、うん、やっぱ怖い思いさせたくないんで、そうですね、で、まあ、タンデムもしやすいバイク、はい、という中ではピカイチですね、ですね、はい、いやもう本当に F シリーズを乗っててやっぱツーリングバイクってああいう形なのかなっていうイメージをすごいあったんですけど、うんうんうん、今回ので BMW のバイク自体がツーリング用もそうですしレースもそうだし後ろ乗る人とかのことも考えたなんか全部を網羅してるバイクだなっていうのをすごい感じました、うん、ブレーキ一つかけてもですね、うん、普通もっとつんのめるじゃないですか、はい、あれがないでしょ、ね、でそういうことがないようなセッティングになってるし、はい、まあ、この後電子制御のやつもあるって言いましたよね、はい、でそれはもっとそれがすごいです、後ろに誰か乗ったっていうのもちゃんとそれなりに変わるんです、うんうん、もうね、至れり尽くせり本当になるほど、うん、最初に言ってた乗る人によって変わるバイクって、まあ、だから例えば足が疲れません、手も疲れません、うんうん、エンジンの振動も心地いいぐらいです、で長い時間大丈夫ですっていうそっちもベースも大事だし、はい、今言ったあと、まあ、カーブで面白いっていうこともそうだし、はい、うん、とにかくライフスタイルとしてオートバイをそのお休みの日に楽しむということに、うん、やっぱり特化したものとして作り込んだメーカーとしての BMW っていうのはやっぱりねちょっとなかなか追いつくもんがいないんじゃないかなと、ね、かっこいいですね、思いますよ、なんか唯一無二な感じがします ね、まあ、ね、タンデムもやっぱりねまだしたこと一回もないんでしょ、そうなんですよ、ね、はい、タンデムもBM だったらできるかもしれないんで、ちょっとねタンデムデビューは、ね、BM でやりたい、できてですね、はい、BMW でやってみたいということなんだそうです、はい、まあね、いろいろとお話をしてきましたけど、うん、まあ、BMW の良さ含めて、はい、まあ、こればっかりはやっぱり乗ってみないとわからないので、はい、見た目に、まあ、デザインもねどっちかってちょっといかついのもあるけど、でも R90 なんかね、はい、クラシックですごい可愛いと思いますよ、うん、クラシックな感じでというのもあるので、うん、まあ、いろいろカテゴリーも種類もあるので、うん、まあ、バイクをこれから楽しむ次のステップとして、はい、BMW を選んでみるのもいいんじゃないかなと、はい、いうことでございます、はい、おお、あ、全然余裕ですね、簡単ですよ、はい、こんな簡単なんだ、こうじゃないんだバイク全然安定してます一人で乗ってた時より良かったです、そう、安定してる、うん、そう、重さで、すごいでしょ、はい、すごいでしょ、すご